大変ありがとうございますでそうおっしゃるならです、ね、この所信表明にはならないんじゃないかなと、実は思ってるんですね。つまり大臣がそこまで、つまり今ですね、民需が伸びていないで、日銀の大胆な金融緩和、ゼロ金利含めね、まあ、次元の違うことをやってるわけですよ、で本来ならここまでやると、ですよ先ほどの藤巻委員の話、心配じゃないですけれどもね、超インフレになっちゃうと、ハイパーインフレになっちゃうと、ところならない理由は何かというと、まさに民需が 不不足足してるわけなんです、ね、民事不足なんんでですすねよだから引き続き政府支出を増やしていかなければならないにもかかわらず、ここでおっしゃってるのはですよ、ね、この要,要は予算の中身を、えー、さらに大胆に重点化してです、ね、社会保障支出も含め、請求を求めず、ねまあのうけず見直したいとおっしゃってるんですね、これちょっとね、大臣の意に反したことを財務官僚に書かせておられるんじゃないでしょうか。 むしろですね、ここが大胆にもっと支出をしていかなきゃならないと言うべきじゃないんでしょうか総務大臣西田先生、この財政再建をしながら経済成長するとは、二律背反することをやるわけですから、書いてあることは大体二律背反したことを書きゃそういうことになるんですよ、私はやむえんというところだと思いますよ、ただ、ただですよ、基本的に今、日本の場合は、 世界から見てやっぱり日本の経済がもうアベノミクスでわっとなってきたってこれも去年の2月5月の,の IMF とか G20 というもうこう今年入ってから全く言うことはみんな違ってますから日本のあれが正しかったんだと。言って財政再建とあの経済に財政出動っていうのはこれ両立するんだと。 いう話をこれみんな IMF でも言うようになりましたから全部日本の言うとりに今言うようになってきたっていうのはこれは不思議に新聞は書かないんですよ。だけど現実問題としてそう言っとりますから,だからそういったようなことになっているのをやっとこうとすると一番やっぱり肝心なことはこのクレディクレ日本に対する信頼をきちんと維持するためにはやっぱりこの財政のバランスっていういわゆる PB と称するこのところが きちんとせないかじゃあきちんとすれば全ていいのかといえばドイツはきちんとしましたよ世界で最初にだけどそのドイツは景気がいいかといえばそうじゃありませんからだからそれ PB が良くなったからといって景気が良くなったらこ全然別問題な話なんでそこのところは私はま注意して今十分にそういったご意見も踏まえながら私どもとして対応していきたいと思っております。